はい、店長武蔵とその仲間たち、今回ですね、ちょっとお待ちください。店長、何やってんの？武蔵ダメだよ。そう、これこちらでございます。今回飲むのはこれです。シャークシュガーフリー、ゼロカロリーシュガーフリーエナジードリンクですよ。シャークシャークエナジードット JP、 日本ですね。ただね、原産国タイ王国でございます。タイランドですよ。タイランド付いてますねそんなことないですかね。ちょっとね、ちょっとだけ円が見たことない。これ売ってますかね。後ろのね、有名なディスカウントショップでは売ってる。でも在庫なくなったら終わりじゃないですかね、こういうのってね。ちょっとね、飲んでみましょう。どんな味するんですかね。香りは、なんかこうフルーツ系のいい香りがいたします。はい、これは炭酸入ってるのかな、わからない。あ、炭酸飲料。ちょっと、難しい。なんだろう、まあよくある味ではあります。はい、よくある味っていうと失礼ですかね。何が近いかな。日本で普通に飲むのもので、リポビタン D ではない。あんなに濃い味はしない。ちょっとわからないけど、まあスポーツドリンク、なんかこう栄養飲料っていう感じの味でですね、はい、もしですね、ジェイソンしか塗ってないんで、他にも売ってるかもしれないですけど、ジェイソンで、ここが柏ですけどね、柏のジェイソンに来ることが皆様ありましたらね、シャーク1本いくら70何円プラス税だったと思います。はい、飲んでみてはいかがでしょうか。はい、まあ、シンプルにコーラとかあと、サイダーでもいいですけど、あとは、オランジーナとかの方がいいのかな。そんなことないですかね。今回ですね、シャークのゼロカロリーシュガーフリー、シャークっていう飲み物なんですかね、こちらをいただきました。店長にはちょっと飲ませられない、危ない。なんかこう人工甘味料とか入ってるみたいだからやめた方がいいです。ん？健康甘味料じゃないのかみたいな。人工ね、犬がやったら健康、なんか健康になっちゃったりして、余計なこと言いました。